はい、どうも皆さんこんにちは。美容チキチャンネルオープン主のピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきたいと思います。今回はですね、こちら遠野の森、遠野の森の、異界に沈む伝承の地、こちらの方をやっていきたいと思います。敵ユニットが8、見たところね、断り属性がウェーブ1で4体、その後ウェーブ2のところで断り属性3、地属性1となっているので、地属性1のキャラクターゲイザーでしたかね、がすごい厄介そうだったので、裏方の方にね CT 減少防御を持ってるゲイザーさんに対抗しての河川さんを入れております。こちらでね速度と防御を 50% ずつ一気に下げちゃいましょうという感じで戦っていこうかなと思います。まああとはねヌエちゃんによる変換を使って行こうかなって感じ。あとは基本的にいつものね断りじゃない闇属性パーティーの戦い方と一緒になっちゃいますけれども、まあ沖縄さんで純子ちゃんにバフをかけて一気に殴るというそんな感じでいきたいなと思います。では行きましょう。河川さんに変えることでね速度がちょっと落ちちゃうんですよね、全体的に。あとは火力とかも上がらなくなりますし、すごいよねこのマインドフレイヤーとかね、ダークマージはいいや、リリースも何も見えねえじゃん。で、アラクネさんいる？いるわ。リリースの、なんかもうすごいな。リリースとダークマージのなんかシンクロ率がすごい。綺麗になんかこいつら一体のモンスターでいいんじゃないかぐらいに綺麗にはまってんな。いいね、いいね。もう完全に浮いてんのダークマージじゃん。じゃあこいつから最初に、ね、やんないといけないよねっていう。知らんがなっていう話。あーこれ、配置変更しとかないとまずくね。OK。純子ちゃんに後に動いてもらいたいからね。毎回これやってない？毎回動画撮る前に、結構、パワババッと組んじゃうからな。忘れることが多い。でもまあよかったよかった。先にね、動いてもらいたいのは沖縄さんですから。さすがに順番が変わると、いろいろと不都合が出る。で、速度を一応1段階だけ上げましょう。これで 25% 増加で、まあ、後でね、使うので、河川さんはまだ残しておきましょう。そうだね、残しておかないと、後々使えなくなりそう。で、属性エンハンス、かけましょう。で、攻撃。で、速度は、速度はどうしよっか。でもまあ、今回はちょっと、バフの圧が薄いから、純子ちゃんにかけて高速に回した方がいいか。で、アナキーバレッドヘル。OK。で、チャージを使う。まあ、チャージはね、貯めるまでディレイ2だけども、それでも、貯めて一気に吹っ飛ばす方がいいと思う。OK。で、吹っ飛んだら次動くのはね、多分、予想では、ヌエちゃん。OK です。ヌエちゃん動いてくれました。で、ヌエちゃんでまず属性を変換します。属性を変換したら、まずは入れ替えて、河川さんと入れ替え。で、まあ、とりあえず自己バフとかかけられるものはかけつつ、削りましょう。OK、OK。いい感じに、速度と、防御を下げた後、お役御免でヌエちゃん交代。で、まあ、とりあえず敵見ましょうか。敵の能力。まずは、まあ、属性変換されましたけども、ゲイザーさんですね。CD 減少防御 80% を持っていて、動くと厄介なキャラクターとなっております。TP に技でね、ランダム3回攻撃の CT 30% 減少で、こちら側の防御と速度を 20% ダウン。んで、あとはね、通常攻撃で全体攻撃の SP を削ってくる技となっております。まあ、グランデビナは、何もせず多分死ぬね。アークウィザード。もう完全によくわかんねえよね。顔の部分だけ綺麗に見切れてんじゃん。まあ、そうだね。サモンコールとか持ってなければ、そこまで大丈夫か。あ、でも貫通、攻撃ガードを貫通する攻撃持ちなのか。厄介だね。荒くね。以上。はい、まあ、そんな感じなんでね。とりあえず TP が溜まってるグランデビナさんを、まあ、全体攻撃技に巻き込むのかな？いや、全体じゃなくていいか。これで。よいしょ。OK。とりあえず高速で SP は巻いてほしいしね。レミリアさんは削られれば削られるほど強くなるし。
まあデバフをっていうことだけど、デバフをかけられればかけられるほど私は強くなるぜみたいな感じのねキャラなんで、反転はねそういうキャラなんでね、そんな感じで、あー後ろ、後ろはアークウィザード、あ今更だけどアークウィザードの顔どこ、いやてか本当にどこ、こいつも CT 減少防御 80% はわかんだけど、絵の中に顔が、あーなるほどね、そこか、フードになんか埋もれてる感じの顔なんだね。じゃあスピアザグングニューで両方ともの溜まった TP をねごっそりと削りましょう。アンディファインドダークネス使っての、スピアザグングニューの前に、ミレニアムの吸血鬼で回復 C の攻撃と、 OK、ダメージソース的にもいいですし、あとはどうしようか、単体攻撃で片方ずつ削った方が、いやこっちの方がダメージが、複数体いるときは絶対こういう方が高いはずで、スピアザグングニューよし、いいダメージ。まあとりあえずアンディファインドダークネス、次オキナさん属性エンハンスも自分にかけましょうか。これはもう倒せるでしょう、両方ともそんなにないですしね。まあ即バフは多分いらない。アナキーバレッドヘル、オッケー倒しました。音重なるとすごい重音だよね、なんかもう重たい音になるよね。はい、ということでクリアしました、ゴールドエッグ月天石ゴールドエッグ、コーム回路でいいのかなが解放されましたね。どこ、ここか、あーここか、こちら行きましょうか、行きましょうか。ちょっと先にここの幻月無月コンビを向き変えようか。変わった？あんま見てなかったな。ということで行きましょう、ナイドルナティック。さあね、とりあえず今のところのね、今日攻略すべき強敵の場所は終わったので、いつも通りの雑談パートですね。はい、まあ雑談パートね、時間を潰す感じでありつつ、僕の近況報告をする感じでもありつつっていう感じなんですけれども、ちょっとまあ知ってる方は知ってると思うんですけど、まあツイッターとかをフォローしてくださっている方ならば、僕一応学生なんですね。はい、学生なんですけれども、今夏休み期間なのでいい感じにね動画を撮れておりますけれども、基本コメントを反映するために、動画をね、まあ何ですかね、ため撮りっていうものを、普通の実況者さんが結構やってるため撮りっていうものをあんまりしないようにしているんですよね。コメントの反映の方にね重きを置いておりますので、そういうものを基本的にまあほとんどねこのやつに撮っておかないともう時間が完全にないっていう時以外は基本的にため撮りをしないようにしております。ですけれども、ちょっとここから先数日ぐらいですか、もしかしたらねため撮りになる可能性がちょっと出てきております。はい、まあ学校が始まってしまうとですね、予想外のことが多く起こりますので、予想外のことが起こったらもしかしたらため撮りをするかもっていう感じでやっております。うん、そんな感じですね。まあでため撮りをしなきゃいけないはずなのにため撮りをしてなかった時は、まあツイッターは、毎回言っておりますが、こちらのね動画の新しいところの、一番新しいところの動画のところに、なぜ休むのかとかいう理由などをね、まあなぜ休んでこういう理由でこの動画は休みとなりますみたいな、何月何日のこの動画が休みとなりますっていうことを、理由付きで載っけますので、よければね、まあ動画を見たいのにいつもね4時くらいには上がってるのにみたいな、あんまりいないと思いますけれども方がいるならば、よければね、見てくださるとと思います。で、他の人にね指摘されて分かったんですけれども、僕が休みだと分かってね、その瞬間にコメントに上げて、その後にもう一本たまに動画を上げている時があるんですけれども、その時だとね実は一番最新と言いつつ一番最新じゃなくなってる時があります。なので、
一応もしなければ、まあお手数ではありますけれども、上から2番目の動画もね、見てもらったらもしかしたら書いてあるかもしれません。はい、そんな感じですね。で、何も書かれていなければもう完全に僕が寝て沈んでる状態なので、まあ気づいた瞬間には書き込みますので、よければよろしくお願いいたしますという感じですね。はい、そんなお知らせをしてたら終わってしまった。で、しかも強敵は解放されましたね。よかったよかった。何これ、なんて読むの、カンナギ、ナギかな。あー、なるほど、読みづらいな。ちょっとこの漢字は見ておきましょうか。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。